はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本ヴィンテージサックスを紹介していくヴィンテージサックスコレクションということで、今週もですね、また、新たなヴィンテージサックスを紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ということで、今回紹介するヴィンテージサックスはですね、こちら、CG コーンの、コンストレーション 28M、という楽器ですね。もうね、見るからにこう外見からちょっとね、こう面白い楽器になってまして、早速ね、ちょっと音色から聞いてみましょうか。なんかこのコーンのこの鋭いというか、こう音のまとまってる感じっていうのはやっぱすごく感じるんですけど、なんかちょっとでも音が軽くなったかななんていうのがちょっと僕の印象ですかね。ということで、今日もですね、また3つの、トピックに分けて、紹介していきたいなと思います。結構ね、珍しい機構がね、ある面白い楽器なんで、そのあたりも結構掘り下げていこうかなと思います。では行ってみましょう。はい、では、最初のトピック、ネックに変化が、そしてカバーまでということで、コーンってね、実はこのネックに特色があったんですよね。で、ここにですね、実はこのくるくる回る、マイクロチューニングデバイスっていうのがついてたんですけど、 28M には実はついてないんですよ。でね、まずそれがなくなったという一つ特徴があって、何よりもやっぱ 28M の、ね、特徴はこのね、カバーなんですよね。これね、今時というか今の楽器でついてんのってあるのかな。多分ね、僕は見たことないです。ちなみにこのヴィンテージならではのこの面白いあの特色かなと思うんですけれども、ちゃんとね、ここにもちゃんとこう絵が描いてあって、このプラスチック結構ね割れやすいんでね、今あの 28M でもここのカバーがちゃんとついている、現存してるのってね結構少ないんですよ。なんでね、このカバーが、やはりこの 28M の一つ特徴でもあるかななんて思うところですね。はい、次のトピック、 M シリーズ最終章、最後のコーンのプロモデルというトピックですけども、実はね、コーンもこれこの先、進んでいくともうね、学生用モデルのサックスしか作んなくなっちゃうんですよね。で、ある意味コーンが最後のこのプロモデルとして、作ったものなんですけれども、ね、やっぱりね、ちょっとこうちょっとある意味コーンの衰退が、感じられる楽器かなっていうのもあって、やっぱ彫刻にもちょっとこう少しこうなんでしょうね、機械な感じが出てきたりとか、またこういろいろな機構が簡素化されたりという感じで、で音色もやっぱりちょっとね、先ほど吹いた時言ったけども、このやっぱこの軽くなったような感じがね、やっぱちょっと否めないんですよ。で、やっぱりそういったところから、このコーンの、本当ある意味、最後の賭けじゃないですけども、最後のこの、作ったこの楽器っていうのが、プロで出たんですけども、これがなかなか当たらなかったっていうのが、コーンのある意味この最後のプロ用モデルというふうな形になってしまったっていうところです。はい、ということで、最後のトピック、現行との違いということで、やっぱね、ヴィンテージサックスならではのやっぱ面白いところっていうのは、やっぱまだまだ残っていて、今のね、やっぱサックスと比べると、コーンって 6M でも言った通り、やっぱコンパクトなんですよ。で、すごいね、手にはこう、コンパクトで持ちやすいっていうのがあったりするんですけれども、やっぱりね、このサイドキーがやっぱ、このちょっと下に低かったりとか、あとやっぱね、オクターブキーがちょっとね、やっぱまだね、この面白い、ちょっと押しづらい形になってたりとか、やっぱりまだまだこの何でしょうね、サックスの進化をこれからしていくっていうような過程の楽器かなというところですね。で、やっぱりセルマーとかと比べちゃうと、やっぱり音色はやっぱりちょっともう少しかなみたいな、なんかそんな印象を、僕は感じた、楽器でした。はい、ということで、最後にこちらの、コーンのコンストレーション 28M を使って、ジャズのスタンダード、ブラックオルフェをお届けしていきます。ぜひですね、この楽器の音色楽しんでもらえたらなと思います。ぜひ聴いてください。
かがでしたでしょうか。このコーン最後のこのプロモデルのこのサウンド楽しんでいただけましたか。ぜひこの動画が良ければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そしてですね、何か質問や、こんなサックスでやってほしいみたいなものがあればぜひ、コメント欄の方に、この下ですね残してもらえたらと思います。またですねこの楽器はレンタルもやっております。ぜひヴィンテージサックスフォンコレクションズというホームページがありますのでぜひそちらも概要欄の方からチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤー熊谷俊でした。